割と、まあ、ちょっと最近のある時ですね、あの、職員さん3人と僕入れて、えっ、ー、と、合計4人でですね、えー、都内にある、ある、えー、会社に、なんていうんだろう、出張したんですよ。で、その、まあ、いわゆる公務ですね。で、教員の中で結構その職員さんと一緒にどこかに出張する人ってのは、 なかなかいないんじゃないかと思うんですけれども、でも僕自身今までに結構いろんな、なんていうのかな、うーん、いろんな、あの、会議とか組織に属していた、まあ特に支援センターが大きいですけどね、えー、関係で職員さんと出張するってことはよくあって、まあ,あの他の教員に比べると圧倒的にたくさんあって、まあ中には関西に泊まりで行ったりしたこともあるんですよね。関西の大学の視察に行ったりしたこともあるんですけれども、 今日は大学から、あの、まあ、僕の来る前に職員さん3人を乗せて、都内まで行ってですね。で、ある会社で、まあ、あ何年かなまあ、何年か数年前っていうふうにぼかしておきますけど、数年前から一緒にお仕事をしている、ある会社に行きましたね、そこと打ち合わせをしたんですよ。で、その会社の皆さんの中で、あの、まあ、僕自身結構仲良くさせてもらっている、その向こうの社員さんがいたりね、 あのー、ま、あの、取締役の方とも結構仲良くさせていただいていて、女性の方なんですけど、すごいね、パワフルなんですよ。もう行動力が半端ないっていうところがあって、あのー、まあ、ちょっと具体的には、ここの雑談動画のポリシーに反するので、少しあの伏せますけれども、その取締役の方はですね、あることに対して、世の中が全く 全く動いていないときに、全くね、世の中が、誰もそんなことをやっていないときに、あることに対して、その日にもう動き始めたのよ。で、その日にあるものを作って、すでにそれを世の中にこう広め始めたみたいな感じの方なんですよね。で、そのエピソードを今日伺って、まあ、なんて言うんだろうな、あの、なかなかそれが、その、まあ、そういう取締役みたいな感じの、 立場の人、地位の方であれば、まあ、すぐにね、思い立ってや、やることもできるでしょうし、その方の場合には、何か、まあ、具体的にあるものを作ったんですけれども、そのものを作るに関して、さえしても、じゃあこれ作ってっていうふうに、誰か部下に対して指示を出したんじゃなくて、自分で作って、自分で別な業者さんに発注して、あるものを作ったっていうことらしいんですよ。 まあだから、ちょっとそれと同じようなことが、例えば僕にできるかとか、うちの大学にできるかって言われたときに、うちの大学に限らないと思うんだけれども、やっぱりこう、そういうトップの方の一言でない限りできないことってのは確かにあると思うんですけどね。でも、なんていうか、そのスピード感を持って何かに取り組むってことも非常に大事だなっていうことを、あの、今日、その、 取締役のね、あるまるまるさんにお会いして、あの、思う、痛感しましたね。ちょっと昨日、学内で、ある、ある部長さんね、とお話しして、このか、ここの部分に関しては組織を変えないといけないかもしれませんね、みたいな話をちょっと、ちらっとしたりしたことがあるんですよ。それはあの、まあ、どこで部活とは言わないですけれどもでさ。それは確かそうかもしれないな、みたいな話をして、僕は昔からそこのことについてそう思ってたところがあるんだけど、ただ僕はそういうことをする立場にはないのでね、あれですけれども。 ただちょっと自分が今いる限りにおいて、今いる部署においてね、自分が、まあ、その、責任者になっている部署において、必要なことに関しては、やっぱりそのスピード感を持って取り組むってことも大事だなってことに気づかされましたね。うん。本当にすごい人だったなすごい人だったなって、まだあのご存命なのに、すごい人だなにしないといけないか。あの本当にパワフルな方でね。だから本当にあの、とげくわいするんですけれども。 それでなんていうか、またこう、その度にハッて気付かされるみたいなとこあるなあということがありました。ほんじゃまた。